土日どうするは金沢と能登へ行く一泊二日の極上ツアー、新鮮な幸にオーシャンビューの観光列車まで、旅の醍醐味が詰まったおはど特別プランです。関西から金沢駅までサンダーバードの往復チケット付き、金沢にやってきました。金沢来たことある？初めてなんでめちゃめちゃ楽しみです。レッツゴー。金沢駅からの移動は貸し切りバス。まずは金沢を代表する観光スポットで自由時間です。わー、めちゃめちゃ雰囲気ありますね。情緒あるよ ね。江戸時代の風景がそのままの姿で残っている東茶屋街、ここの周辺は路地裏も含めてノスタルジックな雰囲気が楽しめる観光スポットです。あ、ここお店じゃない？そう、金沢喫茶って書いてる。ここや金魚。うわ、すごいレトロな感じで素敵なお店、ね、うわ、電話とかめちゃめちゃレトロ。こんにちは。いらっしゃいませ。ここは喫茶店なんですか？こちらは大正111年創業の大正ロマン喫茶になっております。大正111年。大正時代が今も続くというテーマで100年オープンした喫茶店。店内はまるでタイムスリップしたかのような雰囲気。メニューにもこだわりが。こちらハイカラポンチになります。わー、かわいい。こちらはフルーツポンチとなっておりまして、フルーツポンチは大正12年に生まれたデザートになるんです。うんうん、おいしい。ゼリーのプルンとした感じがすごくいいですね。ありがとうございます。弾力がちゃんとあるからゼリー食感も美味しいし、しかも果物食べちゃう。他のメニューもどこか懐かしいものばかり、時間旅行まで楽しめるお店です。自由時間の後はお宿へ。移動の合間にもお楽しみが。駅見て。うわ、めちゃめちゃ綺麗ですね。砂浜走ってるよ。すごいよ。全長8キロの千里浜渚ドライブウェイを通ってお宿へ。砂浜を車で走れるのは日本でもここだけです。潮風のドライブを楽しんで到着したのは休暇村能登千里浜。ツアーでのお部屋は畳でくつろげるスペースとベッドがある和洋室。さらに、あー気持ちいい、あったまります。一瞬で疲れが吹っ飛びました。お湯が柔らかでお肌がしっとりした感じがします。肌触りのいい泉質の源泉かけ流しの温泉で旅の疲れを癒したらお楽しみの夕食の時間。うわー、すごい、すごい、豪華やね。めちゃめちゃ豪華っすね。北陸日本海の海の幸が存分に堪能できる懐石料理、新鮮な刺身の盛り合わせに、鍋料理はブリシャブです。うわー、色変わってきた。ほんまや。うわ、見てよ。うわー、こう、しっかり色変わってる感じ。うん、おいしい。脂身がやっぱいいっすね。うん、脂がちゃんと乗ってるよ。うん、さらに能登ならではの料理も。石川県で採れた天然能登フグの塩麹焼きでございます。あ、能登フグ、うわー、いいですね。うわ、身がふわふわです。もうふわふわの中から塩麹のいい味が出てて、フグの旨味も出てて、おいしいね。石川来れてよかったです。大満足の料理の数々、さらにおはどだけのツアー特典も。通常5000円のズワイガニがなんと3000円で付けられる特別オプションまであるんです。もう見てください、このカニめっちゃ大きいですよ。私の顔より大きいんちゃう？でかいね。ちょっと迷ったんだね。甘みがぐわ
カニのいい香りがする。これ3000円は安すぎる。一人一杯だからカニ店も一人でね。カニ店見てて。金沢と海の幸を大満喫した1日目2日目は石川県を北上して七尾市へ。ここでは特別な体験が待っています。うわー、かわいいです。めちゃめちゃかわいい。そう、こちらの車両は能登里山里見の観光列車でございます。観光列車。こんにちは。珍しい。本当だね。動いて座る席。お前景色見やすようにしてんのかな。ね。車内もすごく可愛いね。ツアーにはこの観光列車のチケットもセット。輪島塗などの伝統工芸で装飾されていて、能登の文化と風景を楽しむ列車旅が楽しめます。あ、ちょっと緑が増えてきたね。車窓から景色を見られるっていうのも列車旅の醍醐味やんね。あー、めっちゃいいっすよね。ね、買うわ。そしてこの観光列車には特別なサービスがついています。お弁当の方をお持ちいたしました。お弁当プランがあるんですね。めっちゃ安い。車内でいただくのは観光列車限定の寿司御膳。甘エビや押し寿司など能登の海の幸が詰まったお弁当です。流れゆく景色を眺めていると、あー、すごい綺麗。最初のデスポットになります。停車をするんですよ。そうなんですか。はい、どうぞご覧ください。あ、そうだ。なんとこの観光列車、景色のいいポイントで1分間停車して能登の風景をゆっくり楽しめるんです。停車してたらさ、写真もゆっくり撮れるもんね。うん、あ、ちょっと撮るわ。撮ってそれでは2つ目のビュースポット、こちらとなります。山に雪積もってんじゃん。あそこ本当に奥、どっちよ。あの山なんだと思います。さあ、山脈、基礎山脈とか明石山脈とか。分かっていること全部おっしゃったようですけれども立山連峰です。石川県の隣、富山県の立山連峰まで空気が澄んでいれば見ることができます。車窓からの景色を堪能したり、地元の人と触れ合う電車旅もおよそ1時間で終点の駅に到着です。街も景色も最高でした。いや、もう本当にもう極上ツアーの気になるお値段はスタジオで。気になる。はい、じゃあ早速ツアーの詳細です。サンダーバードで金沢駅へ。金沢の観光名所を訪れた後、休暇村のとちり浜で海の幸を堪能してください。ズワイガニ1杯は1人3000円で追加できます。2日目は石川県を北上して輪島朝市でショッピング。その後、能登里山里見号の列車旅。列車に揺られながら寿司御膳を堪能してください。帰りは金沢駅からサンダーバードで関西に帰ってきます。そんなツアーの気になるお値段がこちら。1泊2日4食付き2名から4名一室利用で54,800円。出発日は1月から3月の黄色いマークの日程です。豪華な食事と電車バスの移動、さらに観光列車までセットになったツアーです。
お問い合わせはこちら、休暇村大阪センター、電話番号06-6343-2290、 おかけ間違いのないようにご注意ください。本日はただいまから受付開始です。金沢と能登の大満喫できるツアーなので、ぜひ行ってみてください。本当にお金も美味しかったです。